オープンパテラニースタビライザーは両サイドに2本ずつ内蔵されたスチールスプリングと3本の伸縮ストラップが膝をしっかりと固定します。それでは装着手順をご説明します。膝の皿に中央の穴を合わせ、同時に両サイドのスプリングの位置も確認して、少し膝を曲げながら3本のストラップを下、上、中の順に留めます。スチールスプリングの位置を確認し、3本のストラップをお好みの固定力に調整してください。最後に上下2本のベルトを輪に通し、固定力を調整しながら留めます。締め付けすぎないようにご注意ください。これで装着完了です。3本の伸縮ストラップは簡単に固定力を調節でき、さまざまな膝の形状にフィットします。また通気性の良い素材ネオプレーンを採用しているので、一日中装着していても快適です。